コパージュ液を使ってお気に入りの写真やイラストをキャンバスアートに転写していきたいと思います。お子さんの絵やアイドルの写真だったりをお部屋に飾るのにすごくいい方法だなと思ったので作り方を紹介していきます。写真にデコパージュ液を5、6回塗り重ねます。一度塗り終えたらドライヤーで乾燥させて、乾燥させた状態で塗り直しするようにしてください。キャンバスか写真のどちらかにデコパージュ液を塗って写真を貼り付けます。隙間がないように密着させたら乾かします。水分を含んだスポンジで表面の紙を落としていきます。落とし終わったらドライヤーで乾燥させます。仕上げ液を塗って乾燥させます。ツヤ感を出したい方は2回塗ってください。自分のアートや写真をキャンバスに転写して飾ったり、推しグッズ作りもできます。ところどころ剥げてしまったりかすれてしまったところもあったのですが、それもちょっと味になったかなと思います。初めて挑戦してみる方は小さいものからやってみるといいかもしれません。100均で買えるものでできるので、気になった方はぜひいろいろ作ってみてください。